で戦時中は鹿児島にいらっしゃったんです。戦時中って言いますか、戦争軍隊時代は鹿児島に行って敵電上陸の、はい、あれを迎え撃つために山に困ってました。それで終戦迎えました。その時はみんな泣きましたね。玉音放送、その後はどちらに、それからはね、一月鹿児島でお世話、みんな住宅の住宅っていうかお寺なんかに私が駐屯してましたね。それでその地元の恩返しで伊藤郎さんのお掃除したりね、いろいろ、はいはいはい、1ヶ月ぐらいね、はい、相撲大会やってましたけど、ね、やったり、ね、してうろうろしてたんですよ、1ヶ月ぐらいね、はいはいはい、ゆっくり。それで私その時京都に結婚してましたので、はい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 、それで京都に帰りました。その帰りがね、まともに帰れなかったんですね。どうし、あ、そうです、台風は直撃しましたね、はいはいはい、それで山陽線がね、寸断されましたね、はい、なんか船に乗ったりなんかしてね、厳島、なんていうの、宮島ですか、はい、あの鳥居なんかをこう見てね、歩いたりね、はい、乗り継ぎしたりして面白かったですね。それで、広島にもそう、どっか民家に泊めてもらいましたね、一晩ね。あと泊めてじゃないな、あれ、なんかちょっと休む程度かな。それで広島のその人も一切ピカドンって言ってね、で原爆の下話なんか聞かせてもらった。そうですね。それでその時みんな荷物担いでね、みんな帰るんですよ。はいはい、兵隊がね、福音兵がね、はい、福音兵って言っても、うん、そうするとね、この逆の方向にずっとこの山陽線をね、はい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 、動かれくるのはね、韓国人です。あ、韓国人がもう一等国になったってんで、もうすごいね、もう今まで日本に虐げてた人ね、うん、韓国も、それがもう、もう堂々とね、どんどん、うん、なんて言いますか、台風で列車が通らない線路をね、ずっと歩いてね、そんなあれが覚えてましたね。それでまたそのうちの韓国人もまたすぐ帰った人いますけどね。ああ、そうですか。で帰ってきて韓国人はその後パチンコ屋のね、はい、iPhone のね、あれで韓国の人は、だって日本の兵隊にもその日本人が少なかったんで、韓国で徴兵がありまして、はいはいはい、それで少年戦車兵なんていうのは韓国の人ですよね、何ですか、こう金のあれ、譲渡兵じゃないかな、はい、なんかもういくつれば少尉ぐらいになりそうな人は私の上官にいるんだから、霧島にいたんですよ。霧島神宮ってとこ、はいはい、あそこでずっともう、戦車な、戦車壕の穴掘りですこう、ああ、はいはいはい、穴掘りみんな、うん、退避するのね、爆撃がありますから、うん、少ない戦車をやられていかないから、